ケツァルは、グアテマラの通貨単位。国際通貨コードは GTQ。補助通貨単位はセンタボで、1ケツァルイコール100センタボ。それぞれ、日本語では、ケツァル、センターボと記載することもある。名前は、グアテマラの国長、キヌバネドリカのケツァルから取られている。ケツァルは1925年に、ホセマリア・オレリアナ大統領の政権下で、 これまで使用されていたペソが、旧フランスフランとの連動関係解消後下落が、進んだため、変わって導入された。大統領自身が1ケツあル紙幣の肖像となった。1987年までベドルとペッグを維持し、ほぼ1ベドルイコール1ケツあルであった。現在は変動相場制に移行している。紙幣は、グアテマラ中央銀行によって、 ケツァル導入当初、1、2、5、10、20、100ケツァルの額面で発行され、1、2ケツァル紙幣は1933年に追加された。1946年に紙幣の発行はグアテマラ銀行に移管され、元の紙幣の上に銀行名を追加印刷した。1967年に導入された50ケツァル。 紙幣を除くと、1990年代の1、2、1ケツアル効果導入まで、紙幣の額面はほとんど変化しなかった。すべての紙幣の表面には、通貨名の元になった、グアテマラの国庁ケツアールがデザインされている。紙幣の表右上には、グアテマラの文化史にちなみ、マヤ数字で額面の数字を表記している。2007年には1ケツアル紙幣。 2011年には5、ケツァル紙幣で、ポリマー紙幣の発行が開始された。500、1000ケツァル紙幣のデザインについては、現在議会で審議中となっている。ケツァル効果効果は、現在1、5、10、25、50センタボ、1ケツァルが発行されている。1925年には現在と同じ1、5、10、25、 50センタボ、1ケツアルが発行されたが、1ケツアル効果は、発行中止となりほとんどが、妖怪処分された。1932年に1、2センタボ、2センタボ効果が導入された。1998年に再び50センタボ、1ケツアルが導入された。1ケツアル効果は、1996年の、内戦終結の和平合意を記念し、パズフィアメ・ワイズラデラ、 1996年12月29日という文字とパズという文字を鳥の形にあしらったデザインとなっている。50センターボ効果はクワテマラの国家モンハブランカがあしらわれている。ありがとうございます。